5月の23日です。ただいま佐世保スタートしました。諫早に今日は宿を取りましたので、諫早に向かう途中のドライブです。佐世保に2泊しちゃいました。青なりましたよ。佐世保で55キロだったよ。1時間で行っちゃうよ。わお、あ、違う、これは別のところだ。地元にいてなかったと思うんですね。ドロシンプ、雨とか風対策はものすごく厳しくしてます。でもフランスには地震がないそうです。地震の怖さ知らないんですよね。普通日本人の大工がおられたらアドバイスしたと思うんですよ。こう切り込み入れてこう止めるじゃないですか。ほどって呼ぶそうですけど、ドロシンプ何も知りませんので、この針ポンと乗せてるだけ、震度4ぐらいの揺れでぺちゃんこになるんです。そうです。なった。もちろんね、あの文化財ですから鉄骨入れたんですよね。はあ。でもそれまではじゃ地震がかろうじてなかったんですね。 ないんですね。あの例えば、まあ、熊本の方には悪いんですけれど、熊本地震の時はあの長崎の島原半島は震度4という表示が出たんです。ここはあの震度1だったんですけど、ほとんどの方が気付いてません。ということは地震の怖さっていうのが全く知らないんですよ、感覚的に。もう私なんか阪神大震災を追ってますんでね、あのよく分かりますけれど。なった。今の音が時計の音色でね。30分なんで2つ、45分あと1つプラスして3つなり、15分が1つだけ、で時報は数だけカンカンカンなりますね。でこれが数の音が、あとこれはね上の段が動くんですよ。これをね手前に引きます。そうするとねどこでもいいので1つ力入れてグーッと押してみてください。しっかり分かりますか。このようにもう一つ押してみてください。一緒にベルトを押してね、和音になるんですよ。よかったら押してください。はい、しっかり押してください。プロイのも押してみませんか。はい、プロイ、はい、そのでね、どれを押してもね、こうやって連動して和音になるんですよ。はい、だからこれ和音奏法ができます。指一本でね。もうね、なんていうかな、この伴奏付き、メロディーさえ抑えればというね。ですけどね、まあ、考えてみれば指一本ですからね、習い始めの人のための便利な機能、誰でも
和音できる、ね、ポツンポツンとしてはそれで曲になる、はい、はい、そうですよ ね戻すとね、普通の音なんですね。これをね少し持ち上げて、そしてあの鍵盤ごとね右左にこうやってスライドさせていくんです。そしたらね長調短調24調変調ができるんです。 C コードじゃなくて変調もできるわけだ。そうですね、はい、もうこれがこうある限りこの辺りまでずっと動かせるというかね、はい、あのだからすごい機能だね。もう転調はこれでかあの調は変えますから、演奏はね、うん、あのどの調に設定しても同じ鍵盤で演奏ができるんですよね。子供たちには少し高く、お年寄りには低めに、演奏は普段通りというね、便利なオルガンなんです。でこれはね、まああのなんていうかな、あのストップというものですけど、音色が変わりますね。今のオルガンにもこれはついてますから、そう珍しいものではないんですけどね。まあ、あのエレクトーンはもうデジタルでね、あのいろんなものをこう採用していろんなことができますね。でもその、まあ、あのなんていうかな、アナログ版といったらあれですけどね、まあ、まずはこっちがあったんでしょうけれどもね。それはその時代にあったの。そうなんですよ。だから130年前にはもうヨーロッパにはこんな技術があったというのがね、驚きですけどね。それをまたね、まだ革命後のクーデターがあちこちで起きてる頃だった、はい、だからね、ドロッケもあの島に避難するという事態があったといいますね。ご両親はね、もうどういう時代が来ても子どもたちは自分の力で生きていくようにと、あの就学前から牧場農場で手伝ったといいます。学校はミッションスクール入れてますし、家庭教師もつけたんですけどね、子どもたちに余裕のあるあの夏休みなどになると道具持たせて大工、左官、刃物を作る家事、お父さんもね一緒にやりながら道具の手入れも自分のは自分でさせる。でお母さんも縫い物編み物、男の子にも女の子にも教えて育てたんですね。だから技能的なものは小さい頃からご両親が積んでくれました。25で神父になって日本に宣教師としてやってきたのは28歳。日本は明治元年でした。ということはね、禁教令が解けていない危ない時期に宣教師として命がけで来たんですね。あのですからもう報告を受けたご両親は驚いたり悲しんだりしたといいます。でもね、教会が立ち上がってもいない日本ですのでね、お金が必要になるだろうということで、それでね、ご両親でお母さんの財産そっくり持たせて送り出してくれるんですよ。24万フランというお金を持ってきたと言いますけれども、今の日本のお金で2億という方あり10億という方ありしますね。これを持ってきたのでこんなことができています。ですけれどご自身はね、命がけで来たんですね。だからフランスを出るときにもう帰らない決意でおいでになったようで、一度もお国には帰りませんでしたね。そしてあの生活も村人と同じようだったと言いますのでね、捧げ尽くすというキリストの生き方、ドロ神父はこう生きたんだろうと思います。でもとてもね、ユーモアのある楽しい人だったと言いますね。あのやんちゃだったそうです。小さい頃はね、あのいたずらしちゃお父さんに罰もらいながら育ってますね。あのこ の, あの傾向はどうも生涯を持ちだといいます。村人たちとは明るく生きたようで、ドロ様面白い人だったと伝えてありますね。はい、ということで長い時間お付き合いいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。